はいレオンンチャンネルです今回紹介するのはこちらプラレール新幹線変形ロボシンカリオンシンカリオンを格納ビッグキッチボックスです。 はい、今週末からついにシンカリオンのアニメ版が始まりますがそれに合わせてハヤブサもマチもおもちゃがフルモデルチェンジして先に先行でレビューしましたので今回はそのシンカリオンを格納するためのアイテムですねただこれは車庫に変身トレインケースという名前ですでに発売済みのアイテムで実は僕も以前発売したシンカリオンの収納用品として使ってたんですよねそれのシンカリオン専用版になっててホンに カラーとかこの辺のシールとかも全然違いますし以前にはなかった基地シートなんていうのもありますね外箱をぐるっと見回すとこうで定価も以前のものとほとんど変わりませんよねはい遊び方も裏側に書いてありますではレビューしていきます 三両編成のシンカリオンが最大4つまで収納することができますので、とりあえずは初期の3体分までは全部 OK で、あ、かっこいいくなってる。前はここがイエローだったんですが、それがグレーに変わってるし、やっぱシールがすごく多くなってるのと、キチシート楽しそう。はい、中身はこうなってて、 ビッグキッチボックス本体と、中に連結用のパーツもついてて、以前にはなかった本体シールがたくさんあって、で、主人公3人のパネルとか、信号とか、液晶パネル風のものも入ってて、これも新しいやつですね。キッチシート。厚紙でかなりしっかりしてて、プリントもめちゃ綺麗ですね。内容物多め。 遊び方としては本体にシールを貼って、クラフトシートを作って、基地風に組み上げるのと、中に入ってたオレンジのパーツはジョイントパーツですから、連結の際に使う感じで、中のシンカリオンは上向き、横向き、どっちでも OK ですね。 まずシールを何も貼ってない状態のキッチボックスの見た目はこうで、ここがクリアパーツになってて、中のシンカリオンが見えますし、ぐるりと見回すとこうで、横のレンガっぽい作りなんかは以前のものと変わりませんが、本体カラーがイエローからグレーに変わってて、ここにロックボタンがありますから、押すことでロックが外れますので、普段はね、トレイを引っ張っても全くビクともしませんが、押しながら引っ張ると、 と取れますねここもスカスカじゃなくて結構固めで引っ張って取るとここがプラレールの形状になってていつものレールパーツと連結することでそのまま発射アクションなんかもいけるんですよねじゃあとりあえずシール貼ろうか12345678番まであって で、基地的なシールがあったりとか、はやぶさ小町輝き、これが初期メンバーの主要3人で、他にも H5、ハヤブサつばさ、こだま、つばめ、のぞみ、A と普通の700のぞみと、光レールスター、N700、みずほもありますね、シールが。こだまとか合体、アレンジ、どのくらい変わってるんだろう。そして外側は基本的に前のものと変わりませんので、シールを貼る用のナビなんかもありませんから、 パッケージを見つつそれっぽいところに貼っていくような形です。 はい、説明書通り、プラス僕は名前のシールも貼っちゃいました。一気に雰囲気良くなりますね。ここにモニターみたいなのがいっぱいあって、1234の番号があって、ここちゃんと名前のシールと番号が連結するようにシールが分割されておりますので、そこにペタッと貼りましたね。4号以降は今のところ何か分かりませんから、とりあえずここは保留で、上から1番 E5、はやぶさ。ここのマークもはやぶさカラーだね。 で、E6 小町、E7 輝き。このような感じで、通常の僕がいつも使ってるやつと見比べると、はい、もう全然違いますね。かなり今回の方がメカ的な、それっぽい見た目になっております。本体からのグレーもいい感じだな。じゃ、この前にキッチシートをスッと置けば OK で、あとはクラフトシートを抜いて、簡単に取れますから、 ここに置いてくださいねっていう枠がありますから、ここに置けばいいのかな。で、信号機みたいなのも置いて、E5 ハヤブサのパイロットのハヤトのパネルと、あ、この新カリアもさ、早く発売してほしいよね。小町のパイロット あとの、秋田のパネルもありますから、これを置きつつ、E5、はやぶさと E6、小町を置きつつ、さらに、中間車も置いてねって書いてありますから、ここに置いて、その前に、ロボを置けばいいか。あ、でも厳密に言えば、武装も全部、この辺も、外してねって書いてある。とりあえずいいや。はい、これで、微調整すれば、 完成シンカリオンビッグキッチーボックスですできたそしてちゃんとシンカリオンの足置き場まで絵柄で表現されてて、ちょうどそこに置くと後ろの中間車を展開してもパーツ同士が干渉しませんから、ちゃんとサイズ考えられてるんですね。で、ハヤトとアキタもパイロットちゃんと下に置けますから、かなり基地感出てる。 前までは本当にシンプルな収納アイテムって感じでしたが、今回はこういう形で収納プラスロボを前に置いて、基地の格納風に遊べるって、男心くすぐるなぁ。これはいいアイテムだ。はい、近づいてみましょうか。こんな感じで、ドン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 、ちゃんと武装を解除して、 裏側の中間車に武装パーツをはめてる感じで、ほら、ここの足置き場がちゃんとあるのよ。で、こういうパネルがあることで、さらに立体感が出てますし、こっちにパイロットの秋田がいて、ちゃんとこれも足の置き場があって、小町はタビを履いてるんですよね。で、なんかレバー的なものがありつつ、 はい、シックスコマチ。で、後ろの格納本体パーツもシールが入ることでかなり雰囲気出てますね。すごいな、これは。いろんな角度から見ると、はい、斜めから見たりとか、上から見たりとか、言ってしまえばシートの上にドンとシンカリオンを置いてるだけなんですけど、それでも相当雰囲気ありますね。後ろの、 格納パーツのおかげだな今回は後ろ側に中間車が置いてありますから、最大2台までって感じですけど、ここどかせば、前後で収納することもできますから、端の方に寄せれば、6台ぐらいはいけそうですし、いかにもロボアニメという雰囲気が出せそう。基地シートの上に進化量を2台乗せて、 ビッグ基地を表現するのが基本で、さらにおもちゃの収納的には、一旦、新幹線モードに戻して、三つの車両を連結した状態から、トレイを出して、はい、このように、超サイズバッチリ収納することができますので、完璧。一応、こうね。 普通はこういう感じかな。ケースを立てなければ。なのでどちら向きでもバシッと入れることができて、こうやって立てて置くには横向きの方がいいですね。で、同じように、じゃあマチもハヤブサと同じように横向きにして入れて、これでスライドしてロックすれば OK! はい、あっという間に基地シート部分から進化量のロボ状態がいなくなって、新幹線状態からの収納。で、ここに E5 ハヤブサの文字もあって、綺麗に半透明で中見えてますね。さらに小町はこうで。一応進化カードとか、細かいこの辺のパネルとかは、とりあえずは一番下がね、輝きが来ても開きますから、ここに収納してもありですね。 じゃ、さらにここから先ほどやったように、レール部分を使って遊んでみるここにレールをはめて、 外箱にはこう曲がってるね、カーブのレールなんかもはめておりましたが、適当にセットして、ここからスッと入れ込めば、おー <laughs> はい、こんな感じで、発車オーライのこういう遊びもできるんすよ。この走行させて、新幹線遊び収納遊びしても OK なわけですね。こういう感じで並んだら、かなり、 雰囲気出ますよね。<laughs> いい上から見るとこのようになっております。遊び方多いですね。そう思うと、基地遊びと、トレイを使っての収納と、 量車両発射モードと3パターンで遊べる上にスタッキングもできますから基地モードが増えた分以前より遊びの幅が広がってますね今公式ページを見るとアニメ第1話の冒頭も見ることができますが結構渋めの世界観っぽいですよねシンカリオン発進 はいということでプラレール新幹線変形ロボシンカリオンジアニメーションシンカリオンを格納ビッグキッチボックスを紹介しました僕も使ってましたけどすでに発売済みのトレインケースをベースにしてますから使いやすさは安定してますしそこから追加のシールがあったりとかキッチシートがあったりとか見た目も遊び方もかなりパワーアップしててなかなか世界観を表現できる収納アイテムに仕上がってましたね以前のものを持ってる僕としてもこれは満足な変更点 とりあえずまず1個買いましたけど、これは2、3個複数持っておく必要があるかな。以上、プラレール新幹線変形ロボシンカリオン G アニメーションシンカリオンを格納。ビッグキッチンボックスの紹介でした。